やっほー、ちょっと急いで口紅だけ塗りました。やっほーです。やっほーぴよ。やっほー。そう、ゴルフで帽子かぶっててもう髪の毛するのめんどくさくなって、このままでします。ゴルフレッスン後です。やっほー、やっほー、やっほー、やほぴよ。くしゃみれそう。ああ。まつさん、ありがとうございます。プロゴルファーレイだって。今日はカラオケ配信をしたいと思います。グググググ。てんくん。てんくん。八。二人とも、ねえやめて、怒る、ちっちっちっち。くそ、カラオケをしたいと思います。ぬいぐるみみたい、いやそうでしょ、ぬいぐるみっぽいでしょ。今日結構ラフですね、ゴルフレッスン後の私なんで。ラフっていうかラフですね。ゴルフのお仕事来るといいね。だって、あ、そう、ゴルフのお仕事実はして、もうなんかいつだろう、結構前にしたんですけど。そう、レイちゃんはじめまして、武道館で見つけてからずっと気になってますって。え、嬉しい、ありがとうございます。でも今日なんとすっぴんなんですよ。もっと可愛い時に来てほしかったって感じなんですね。しー、え、痛いね。もっと足の裏めっちゃ汚いんだけど、なんで。とさんこ、トントンさん、ありがとうございます。え、あー、ささっとメイクさん、ありがとうございます。ささっとメイクさん、ささっとメイクさん、あの大丸東京さんに私が行った時にちょうどささっとメイクさんが入れ違いだったみたいで、お会いしたかったですね。でもあの大丸東京さんにのエスカレーターだったかなに、あのささっとメイクさんのパンフレット冊子がありました。ゲットしてました、ゲットしました。そうだから AKB のもあるし、ささっとメイクさんのもあるしって感じなので、ぜひね皆さん大丸東京さん、あとちょっとじゃないかな、見に行ってみてください。やほぴよ。そう、今日は日曜日じゃないですか。まず朝にモーニングを食べに行ったんですね。モーニング食べに行って、で2時ぐらい、朝だってもうモーニングってさ7時とかの問題なんです。7時半とかに食べて、もうだからもう眠いんですよ今。で7時過ぎとかに食べて、7時にはもう家出てるんでね、やめて。でそれで2時ぐらいかなにハンバーグ食べたいってなって、ハンバーグ今日作りました。イエイ。最近めっちゃご飯作ってる、あのお料理配信ぐらいからめちゃめちゃ作ってますね。そうそう、
んばんは。ボリューミーね。でも朝めっちゃパン食べ、友達から電話が来た。なんだ、友達から電話来たんでちょっと一瞬待ってて。すいません、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 友達から電話かかってきました。すいません、すいません、先生じゃないや、友達から電話がかかってきて。そうで、もともとまたなんかこの間お泊まりした子で、また泊まりに来てって言われて、いいよって LINE でしてたの。そしたら今日はって今電話かかってきて、そう今日はってかかってきて、で明日学校なんですよ、月曜だから。で明日一緒に学校行こうみたいな感じになりました。青春でもね、お泊まりね、お泊まりねとか言って、友達がこれ聞いてたらさ嫌なのってなるよね。いや楽しいんだけど、楽しすぎてなんかね寝れないんだよね。楽しすぎて寝れないは嘘だけど、眠いんだけど今眠いんだよね。結構今日早く寝たいです。まあとりあえずカラオケ配信しまっか。ちょっとハチ一瞬あっち行ってて。いやめっちゃ面白いんだよお泊まり会でも。まあ行くか、まああれお母さん次第ですね。そう、修学旅行で仲良くなった友達なんですけど、その子も芸能活動してて、いつも相談とかお互いし合ってます。よその家のご飯も美味しいんじゃない。いやその子あのうどんあるじゃないですか、うどんをめっちゃ上手に作れるんですよ。それもあの汁なしうどんをめっちゃうまく作れるの。Which one do you like? Oh oh ねどっちどっちどっちが好きなの Which one do you like? Oh oh ってどこにある？え？ないんだけど。え、Which one ってないの？ないのか。Which Which 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 one ないね。ないです。Which one do you like? おがない。何があるかな。まあ夏も終わるということで、
まだだった。あと何があるかな。リクエスト、なんかリクエストください。間違えた。今のところで間違える。初めて、私歌ってる途中に噛むことないんですよ。初めて。初めて噛んだ。めっちゃ間違えた。歌詞間違えたね。
学校じゃ気づいていなかった。街で会ってハーバードしてしまった。男性だって今さら思い出した。イケてるんじゃない、声かけようか迷ってこぼれそうなカフェ狙って運命と送って話を聞かせて。誰かに見られて噂されても私は平気。ティーチャーティーチャーなぜ逃げ腰で、ティーチャーティーチャーなぜ微笑むのかしら。ティーチャーティーチャーなぜ私とは、ティーチャーティーチャーなぜこんな距離を置くの。ティーチャーティーチャーなぜ教え子は、ティーチャーティーチャーなぜ出会い対象を変え。ティーチャーティーチャーなぜプライベートは、ティーチャーティーチャーなぜよそよそしい、いつもと違う今日の先生は。むずいねこの歌、全然下手くそだ。教室じゃ興味がなかった、髪型が地味だと思ってた。マイカパパより年下ならちょうどセクシー、どっか行こう指からめてアップよ、ちょっと聞けない、大人をからかって困らせたいだけ、面白すぎる抱きついてもいい。ティーチャーティーチャー今さりげなく、ティーチャーティーチャー今腕をすり抜けて、ティーチャーティーチャー今ただとも、ティーチャーティーチャー今まるで愛すように、ティーチャーティーチャー今気をつけて、ティーチャーティーチャー今帰りなさいなんて、ティーチャーティーチャー今かけドラマね、ティーチャーティーチャー今真面目すぎる。ごめんなさい。夢の世界へついてきなさい、 Come on。 めっちゃ間違えたね今、ごめんなさい。いつも教えてもらってるけれど、愛について教えてあげるわ。さあもっともっと楽しい時間、ここからは全てを任せてお願い。ティーチャーティーチャーさあ常識は、ティーチャーティーチャーさあ忘れてちょうだい。ティーチャーティーチャーさあ今日だけは、ティーチャーティーチャーさあ一人占めさせ。ティーチャーティーチャーなぜ逃げ腰で、ティーチャーティーチャーなぜ微笑むのかしら。ティーチャーティーチャーなぜ私とは、ティーチャーティーチャーなぜこんな距離を置くの。ティーチャーティーチャーなぜ教え子は、ティーチャーティーチャーなぜ恋愛対象外。ティーチャーティーチャーなぜプライベートは、ティーチャーティーチャーなぜよそよそしい、いつもと違う今日の先生は。ちょっとどうでした今の歌。私あんまり大人っぽい歌歌ったことないんですよ。だから声の出し方が分かんないです。これ知ってる？これ私いつか聞いてください、聞いてください。これ私いつか卒業するまでに一回だけ歌いたいと思ってます。一回でいい、一回でいいです。あなたのこともただ見つめるだけで、心が見…わかんない。優しい気持ちになるよ、真夏の夜はそう恋の方を
このまま私が消えたってそれでも構わない、あなたに触れずに化石になるよりいっそ。私は羽を広げて抱きしめられたら、輝きながら灰になるのでしょう。なるのでしょうか、間違ってません。今日もまで生きたことを後悔しないから、大事な何かを守っているよりいっそ。低いソファーは私のすべて両手で抱きしめられたら、一瞬で燃えて灰になってしまうよ、このまま私が消えたって、それでも構わない、あなたに触れずに月と水鏡だって、あるかな、月と水鏡。今パッて目に入ったけど、月と水あ、なさそう、ない、月と水鏡ないんだね、意外と。月と水鏡がありません。月と水鏡いい曲だからあってほしいです。何がいいかな。何がいいかしら。え、どうしよう。何がいいかな。雨のピアニスト歌えるかな。雨のピアニスト
ない。ない。HKT さんのやつ。よっ。いきなり終わる。そう、私マジでわがままだ、わがままっていうか自己中だからさ、いきなり終わるんです。なんか今歌ってて、なんかもうだんだん歌が下手くそ、歌いすぎて歌が下手くそになってたので終わります。テトラポトニーがうまくいかなかったからやめました。テトラポトニー、テトラポトニー、テトラ、テトラポトニー、寄せて返す波音、テトラポットに寄せて返す波音だね。テトラポットに寄せて返す波音ですね。テトラポットに寄せて返す波音の方が聞きやすくない？今さ、さっきまでテトラポットに寄せて返す波音だったけど、テトラポットに寄せて返す波音の方がアイドルっぽくない？一瞬だけでもこの腕に痛いよみたいな。シリアルをお皿にぶちまけ、遅れちゃいそうって叫んでる。半分着替えたワンピース、慌ただしいもに僕の名を何度も呼んで、ミルクはどこって聞くけれど、冷蔵庫以外にしまわってある。ミルクなんて見たことない。そう、君は低血圧だから。 Yes、 早起きが苦手なんだろう。大丈夫、落ち着いて間に合うよ。お願い、背中のジッパーちょっと上げてちょうだい。甘えた声で言われると、背中のジッパー、君を両手で抱きしめたくなるんだ。ハンドバッグ逆さに持ち上げ、車の鍵が見つからないって、
お騒ぎしてる光景はいつもと同じ、そんな時に限ってなるの、ソファーのあたりで携帯がアイライン直さなきゃ、もう僕は呆れなくなったよ、 Yes 取り込み中の君は誰よりも正直に生きている任せてハートのジーパー、僕が下ろしてあげるよ、裸の君は僕のもの歌詞全然違う。じゃあランキングを見ます。13位、まぼろしさんありがとうございます。12位ささっとメイクさんありがとうございます。11位しゅんさんありがとうございます。10位はちゃちゃさんありがとうございます。9位はマックスさんありがとうございます。8位はブケニャンさんありがとうございます。7位はピンクカメオさんありがとうございます。6位はヤギスさんありがとうございます。5位は YSA73 さんありがとうございます。4位は天使閣さんありがとうございます。3位はドサンコトントンさんありがとうございます。2位はウッホホホさんありがとうございます。1位はライムさんです。ありがとうございます。なんとこの度私ヤクルト戦が家にたくさんあります。イエーイじゃあそれでは皆さん、また明日から1週間頑張りましょう。私は明日学校頑張ります。じゃあそれではバイバイ、ありがとうございました。バイバイ。